ちゃんマメなんだ。だってやっぱり心配だし。前に言ったっけ、言わなかったかな、双葉車にひかれたんだよ。怪我はそのせいだから。私はマジ早いよ。よーい、ドン。弾打たなかった？本当に大丈夫？骨とか折れてない？びっくりしたよ、吹っ飛んで。でも、本当にすりむいているだけなのかな？それでも痛そうかな。うわあ、骨が見えてる。でも、それだけで済んだんなら
本当によかったよ。って程度でもなかったけど、とにかく手当てしないと。お医者さん行こう。大げさじゃないよ。行ってくるから、みんなは裏山で待っていてください。うん。あ、保険証は？お兄ちゃんが見てもらっている間に家に取りに戻ります。ほら、お兄ちゃん。一体どうしたの？何を？うっ、やっぱり。お兄ちゃん。地面が割れるはずないよ。見て、ほら、いつもの通りでしょ。この場合、京介の目の錯覚だと思うよ。早くお医者さん行こうよ。痛そう。
そうだよ。舐めれば治るかな。大げさなんかじゃないよ。入れないんじゃないかな。とにかくもうあんな怖い思いするの嫌だからね。遅かったね。総合病院だからね、仕方ないよ。商売繁盛ってやつ？千尋ちゃん、それ不謹慎。本当に大丈夫だって？お姉ちゃんに持って行ってあげようと思って。私も。お姉ちゃん植物が好きなんだよね。気にしたことなんかなかったんでしょ。こういう当たり前の花ばっかりじゃなくて、なんか珍しいのが取れたらいいんだけど。そんなこと気にする必要ないんじゃないかな。そうかな。そうだよ。気持ちの問題だからね、こういうのって。うちにはその気持ちを邪魔っぽく感じるやつがいるけどね。え？誰？兄貴。たく。
血が湧くとか言って階段から突き落としてやろうかと思ったよ、本当。それは危ないよ、首の骨折れちゃうかも。いいよ、あんなやつ。私はアリの巣穴を埋めてた。二人ともしょうがないな。おはよう。またマージを飲んだのね。確かなかった気がするけど、見かけたことがあっただけじゃないかな。どうして？今でも嫌っているみたいだけどね。というか全然話題にもしないから。頻繁に口にするのは双葉のこと、それとたまに両親。けれど兄について何か言ったりするところ見たことないから。一体和葉の家で何があったのか、それはわからないけど、昨日あんなことがあったばかりだし。